はい、どうも皆さんこんばんは。それでは今回もマインクラフトをやっていきましょう。非常に申し上げにくいんですけど、撮影外の方でですね通常モブであるエンダーマンに負けまして、はい、はいあのデータが吹き飛んだんですけど、それに際しまして、モッドの構成を多少変えました。でタクティカルフレーム外して甘える系のモッドを結構多めにしてあるので、今回はねスムーズにいけるんじゃないかなと思っております。いい加減黄昏に行けと言われるかもしれないんですけど、まあ、それはそれでまた別の話なので後でしますよ。で、ちょっと一旦ピースフルにするか、うるさいから音量設定変えてないんだけど、まあいいか。で、今回新しく追加したモッドなんですけど、スキルを追加する系のモッドと、まあ、経験値によっていろいろ追加されるモッドですねとかが追加してまして、どこだっけ経験値のウィンって、使い方をちょろっとだけ調べてきたんだけど、これ食事系のも食事系が追加されるモッドですね。こちらを追加した理由もまああるんですけど、まあ後々その辺は話していこうかなと思っております。あれ経験値のポーションってどこだっけ、エンチャント瓶か、ちゃんとあったあった、よいしょ。でまずスキル系を追加するモッドの使い方なんですけど、ちょっと待ってね。でこんな感じで経験値を貯めるじゃないですか。その状態で、この金のアイテムを右クリックするとジャンプブーストとかっていうのが追加されて、これは一人称視点じゃ分かりにくいかな。これでね、ジャンプの幅とかが上がってる気がするんだけど全然わかんねえな。でまあこんな感じでいろいろ種類があって、ものによっては有用なやつとかあるんじゃなかろうかな。1000必要ってどういうこっちゃね。まあ手持ちに入るはずの経験値を特殊な方法で使う系のモッドなので、なんか全然経験値足りてないっすね。足りてねえなこれレベル1000必要なのか、無理だろうちょっとこの辺は後でやろうか。あとこっちのやつに関してはちょっとまだ攻略サイトとかが完璧に見れてなくてわからないんだけど、なんかね X で敵モブを自動でロックオンしてくれるみたいな、こうやってね、モンハンとかみたいに敵を常に敵っていうか攻撃するモブを常に中心に捉えてくれるっていう便利なあれなんですよ。でダメージもちょっと高くなったりするのかな。あとこのモッド使ってる時は、このモッドってか X ボタンを押してる時はちょっとね音がかっこいいんですよ。ちょっとわざと空振りするけど、ロックオンした状態で、あ、なんかもう殺しちゃった、ジャクっていう音したでしょ今っていうようなのもあって、であと一個俺が入れたくて入れたモッドなんだけど、非常系の動物を追加するモッドでチョコボを追加するモッドがございます。で俺このモッド一回だけ見たことあるんだけど使い方は知らねえんだよな見たことはあって存在自体は知ってるんだけど使い方は分かんないんで、この辺も、やりながら覚えていく感じでやりましょう。
で、あとは各種武器を追加する系のモッド入れたんですけど、この辺の武器モッドがちょっと俺の解釈違いで、ワンチャンね、他に必要なモッドみたいなのがあるかもしれないから、この辺も調べてみます。やりながらね、せっかく追加したのに使えないとかじゃ意味ない気もするから。ちなみに今使ってたのがこのダイヤの刀っていう武器ですね。極刀ですよ。この辺はね、バニラのレシピもあるのか、このモッド自体は。あんのかな。ちょっとね、こうやってレシピ見てて、エンチャントの部分しか出てこないやつって不安になるんだけど、多分進捗でその辺見れんじゃね、見れねえかもしんねえ。はい。ということで、タクティカルフレーム外しまして、他にいろいろなモッドを入れました。という報告です。いいね、このモッドいいね。ちなみにね、このモッド、この刀を追加するモッドに関しては、木の刀とかでも結構ダメージが出るんだよね。例えば羊をこうやって、そんなに出ねえな。うん、こうやってロックオンってか、他のモッドと組み合わせるとね、さらに強くなったりするかもしれない。よし。ただ、今回甘えるだけ甘えるって言いましたけど、ものによっては全然追加されてない部分がありまして、例えば例で言うと防具関係に関しては、本当に黄昏にガンダ寄りになります。そうですね、こういう、装備関係のものとかに依存する感じになっちゃうので、死亡する確率に関してはまだ高いんじゃないかなと思っております。なんかさっきスキル取ったあれでいろいろバフがついてるけど、これに関してはいろいろバフが追加されるっていうんで、ここに出るから分かりやすいモッドだと思う。追加しちゃえば、これポイズンっていうのは多分一定範囲にいる敵を毒状態にするとか、そんなのかもしんないね。跳躍上昇がジャンプブーストで、で、暗視っていうのが、さっき夜だったから分かりやすいと思うけど、暗いのがよく見えるようになったりね。で、採掘速度上昇とかがあるので、結構便利なモッドなんじゃないかなと思っております。こっちの DSS スキルってやつは、まだ使い方全然分かってないから、その辺は学びながらやっていきましょう。ちょっとモッドの説明だけで楽しいのいいな。よいしょ。さあ、やるか。3回目。はい、どうも皆さん、こんばんは。それでは、マインクラフトを今回も続きやっていきたいんですけど、3回目ですよ。皆さん、そうですね、撮影外で死んだ人に対していろいろ思うところはあると思うんですけど、僕もそうですから、何もつつかないでいただきたいです。ちょっと待ってね、石打つのも大変なんだよな。はい、 OK。で、この辺はどうせ使えないやつで、ボーナスチェストもあれなので、ナンパとかに一回ゲームを最初からやり直してるっていうの珍しいよな。で、ちなみにあれなんだよな、一番最初さ、モッドで説明したやつとか、もう序盤からアイテム自体はあるんだよね。なんて書いてあるかは読めねえけど。で、これなんだ？よいしょ。取得します。お、攻撃力上昇が一番最初からついてる。それありがたいな。アビリティバケツ。外すこともできるのか。200あって、それを入れたり、出したりできる。
っぱり200が経験値大体11くらい。これって死んだら消えちゃうのかしら。まあ死ぬ心配がないんでいいんですけど、死ぬ心配がないっていうか、死んだらそれはそれでリセットだからさ、関係ねえよな。俺らには関係ねえよな。むしろ俺だけど、俺にしか関係ない。うん、俺には関係ない。よし、いや、まあ、でもかんでもポジティブに捉えていこう。いや、タクティカルフレームにビビらなくていい世界って素晴らしいと思う。特にモブ追加するようなモッドも入れてないからさ、入れてないっていうか、いい感じのバランス調整がされてるモッドを見つけられなかったっていうのがあって、あの一個白羽じゃない、あの入れようかなって思ってたモッドもあったんだけど、あのモンスターをなんだろう、萌えキャラみたいな感じにするモッドがあるんですよ。全部女の子キャラみたいに変えるやつ。それがちょっと気になってて、それ入れようかなって思ったんだけど、難易度高いらしいから序盤から入れるのはやめました。学んでるよね、ちゃんと。うん。で、今回はもう普通にゾンビくらいしか相手にする子もいないだろうから。あ、ギザールの野菜がいっぱいある。わーい。食べれんのかな。あ、で、そうだ。モッドの紹介、そう。スーパーフラットのところでやんなかったんだけど、こういうモッドも入れております。これ何かっていうと、食料ゲージ。というか、なんて言えばいいんだろうな。ご飯の栄養バランスみたいな、いうのが追加されてて、栄養バランスをいい感じにキープすると、なんて言うんでしょうね。ちょっと待って、マウス感度を上げないで。バフがついたりするんじゃなかったかな。刀作ろう。火の刀。よし。んで、とりあえずいつものように羊狩りするか。あれ、ワンパンだ。あれ、おかしいな。テストプレイでやった時、木の剣じゃワンパンできなかった気がするんだけどな。これあれか、攻撃力上昇のバフがついてるから殺しきれるのか。なるほどねー。よし、じゃあ序盤はカットかな。あ、もカットしないで草むしりとかしながら今回の方針を決めていきますか。方針っつってもいつもやってることと変わんないけどさ、やることと変わんないけど、うひょー、気持ちいい。いいな、この音いいな。よし、まあ、動物は殺しすぎると後々困るかもしれないから、そんなに殺さないようにしよう。この辺いい感じに平らだね。デコボコはしてるけど動物も多いし、この辺拠点にするか。一応もう一匹だけぶっ殺しに行くけど、このモッドさ、テストプレイやったら気づいたんだけどさ、なんか武器振った後走ると斬撃っていうか剣のあれが出るんだよね。なんでか通るオフにしちゃった。よし、もしかして、あ、んなことなかった。 X ボタンを押してると押して切り替えっていう感じなのかと思ったらそうでもないんだ。よし、で、水場の近くがいいなぁ。あ、警告だこれ。ゾンビがいる。鉄もある。後で行こう。後で行こうって思って、警告って結構怖いんだよなぁ。よっ、よし、水場も近くにあるね。この辺を拠点にしましょう。うん、警告ってさ、あの上からスケルトンとかに狙撃されたりもするからさ、遠距離武器も必要になってくるし。あ、でも遠距離武器といえば弓がなくてもブーメランがあった気がするな。ブーメラン、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 投げたら帰ってくるやつ。
いやー、これのモッドがちょっと使えるかわからないのが問題。使えなそうだったらちょっと困る。まあでも他のモッドにも遠距離武器追加する系のやつはあるので、なんかこの弓とかは特殊な木材使うのかな。ね、羊毛とか使いそうだよね。まあいいや、その辺は後で武器を作るときに考えよう。てか進捗は、あ、やっぱ追加されてねえんだ。よしよし、進捗が追加されてないっていうことは、つまりはそういうことだな。自由に進めていいモッドってことだな。ちなみにね、序盤さ、キャッキャキャッキャ騒いでたギザールの野菜あるじゃん。あれはチョコボのやつに必要なんだけど、チョコボがどこに生まれるのかも分かってないし、そもそもこのバージョンのモッドで野生で生まれるのかすら分かってないから、マジ何も調べてない。無計画さ、すごく無計画。まあとりあえず序盤はマイクラらしいマイクラをやっていこうかな。なんかね、俺の記憶が正しければ、そのご飯系のさ、栄養バランスがいい時に限り HP が増えた気がするんだよね、このモッド。食事系のモッドに関しては。だからちょっとそういうのも楽しみではある。なんかもう甘えるだけ甘えようと思って HP 増加系の機能があるもっと探してたんだけど、そんなに見つかんないし、思いつきもしなかったから、うん、よいしょ。かまど作っておいて、原木入れて、棒入れて、あ、わあったあったあった、いた。皆さん見えます？あの黄色いピンクかな、ピンクっぽいモヤモヤ発してるやついるじゃん。こいつがね、よいしょ、この金のアイテムを落とすんですよ。やった。あ、ポイズンだ。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ、ポイズン。で、これがあれだよね、俺がスーパーフラットでやった時も使い道がわからなかったやつだよね。よいしょ、とりあえずしまっとくか。うん、あって、拠点の方ももう完成しました。はい、縦3マス横ん、たちゃ縦7横7高さ3 4かの豆腐ハウスです。一応景観は良くしてあります。で、そういえばさっきの段階でさ、説明し忘れてたんだけど、まあこの食料メーター以外に一個別の要素がありまして、軽く説明したいんだけど、ギザールの野菜が近くにないな。このまあ本来チョコボクに食べさせる食材っていうか野菜である、このギザールの野菜あるじゃないですか。これね、一応プレイヤーが食うこともできるんだけど、このゲームね、このゲームっていうか、このモッドっていうか、入れてるモッドの一つに、同じ食材を食べ続けると飽きるっていうシステムを追加してくれるやつがあるんですよ。飽き、食べ物の飽きっていうのを、追加してくれるモッドがありまして、それのモッドの効果なんですが、例えばね、まあ、食べはしないんだけど、普通に焼き羊肉食べようとすると、こうやって食うの早いでしょ。そんな早くねえな。グリーンギザール食べようとすると食い始めるまでにめっちゃ時間かかるんですよ。これ食べ飽きてる状態で、食料ゲージも全然回復しません。なのでこういう時は別の食べ物を食べてあげると回復するっていう感じであります。はい、このモッドはちょっと厄介なモッドで、いろいろな食材を準備しないといけなくなっちゃうんだけど、まあ大丈夫っしょ。
根拠がねえけど多分大丈夫だと思うんだ。まあこういうなんかリアリティを求めるやつを入れてもいいかなと思って入れてるんだけどさ、これ何？ストラクチャーブロック、コマンド系のやつかな。フィッシュ&チップスとかじゃがいもとかね、この辺の食材に関しては、うん、今じゃ手に入れることできないから、これなんだろう、ピザかな、読めねー、ピザじゃなさそう、ピッツァこっちだね、ピッツァ、ピザじゃないです、ピッツァです、やかましいよ、うん、だから、普通に食材に関しても、ただただそのまま食べるんじゃなくて、こういう風に食材っていうか調理できるんだったら調理した方が食べ飽き防止にもなるので、タコスの数多くね。タコスだけ多すぎるだろ、もうバンズ系も多いけど。サンドイッチか。ああ、すごいよね。いろいろ種類あんだよ。牛乳とか。焼き鳥とかね、動物とかも集められるんだったら集めて損はない気がする。で畑の方も水場の近くにもう作ってまして、こんな感じです。もうちょっと食料品が安定してきたら鉄集めに行こうかな。まあ前回のタクティカルフレームほど鉄が重要になってくるモッドは入れてないんだけど、うん、入れてってかあったら便利だし、結局鉄がないとこのゲーム始まらないからね。あとまあ牛肉でも焼いとくか。うん、皮11枚、皮今回さ黄昏行くも前提で行ってさ、ウィッチタワーで本とか手に入ることを頭に入れてやるから防具作っちゃってもいいかもな。まあ、防御力の低い2つを作りましたけど、なんか帽子つけちゃうの、あれかな、スキンの帽子かぶくれちゃって可愛くなくなっちゃうの。まあいいや。よいしょ。よし。松明もねえんだけど。まあちょろっと下行って鉄取ってくるくらいだったら大丈夫でしょう。慢心が死を生むという言葉もありますけど、まあ、今回はクリーパー以外そんなに注意して戦わないといけない相手もいないから、クリーパー以外はね。え、すげえ、この高さにもうマグマあんのか。よいしょ。クリーパーだけだね。ほら、噂をすればなんとやらだよ。いるじゃないか。そして俺は武器を置いてきてるじゃないか。なんてこった。なんか、よいしょ。あれ、特殊な洞窟の作りだなっていうと思ったけど、そんなこともないか。ちょいちょいちょい、セーフ。クリパーはまあ見つけたらさっさと倒しちゃおう。危ねえし。例えばさ、食料品関係のモッドで一つ言ってないことがあるんだけど、なんだっけ、やばい、なんか言ってないことがあるのだけは覚えてて、それを口にしようとしたんだけど結局覚えてないっていう、何を言い忘れてたか。記憶力がなさすぎる。てかマインオールやっぱ入れた方が良かったかもしんないな。結局今回もさ、カットオールだけにしてるんだよね。一括破壊系のモッドって。なんでかっていうと、理由はいろいろあるんだけど、さ、戦力眼とかあるじゃん。普通の石じゃなくて、若干白かったり赤かったり、あと模様が入ってたりするやつ。4個でクラフトすると磨かれた系になるやつあるじゃん。あの辺の、アイテムもさ、一括破壊に含まれちゃってさ、これ大丈夫？こういうのを一個掘ろうものなら、近くにある戦力眼とかが
全部バーって取れちゃうからさ、いるな、骨がいるな。武器持ってくんの忘れちゃったんだよな。今どっちから落としたの？あと落とした前かな。ちょっとわかんねえから一旦戻って武器作ってこよう。3つも鉄手に入っちゃったし、たかが3つではあるけど。ああ本当に注意すべきはバニラモブしかいないから、スケルトンとクリーパーとゾンビの大群には気をつけましょうっていうレベルだね。ああくそ、マインオール入れとこう次回までに。マインオールは切り替えがめんどくさいから入れてない方が楽なんだけど、入れてない方がいいかなと思ってるんだけど、ダメだ、石炭取るのに時間がかかりすぎる。鉄とかすぞー。え、少ない。なんでもういるの、あの人。糸ないから指も作れないしな。これね、矢筒マスケット銃とかあるんだよね。これハマってどうやって作るんだろう。砂利、火薬、紙、あこっちだ。ファイヤーロッド、なんだろうこれ。これちょっと気になるの、作ってみるか一本。持ったら明るかったりする？しないね。うわぁ、右クリックしたら炎上したんだけど。よし、まだいるし、嫌なんだけど。ウィッチ毒状態にしてくるから。しかも畑の前いるじゃんあいつ、ふざけんな。なんかもう投げるでいいから、武器ないから。ちなみにナイフとかも作れるみたいなんで、そっちもレシピ見てみましょうか。ちょうど5個あるしね、5個じゃない3個あるしね。アビリティボトルってさ、アビリティボトルの中、やべえべ、ガラスの無駄遣いするな。アビリティボトルの中にこういう使わないやつを入れとくとかっていうのはできないのか。あくまでも習得したやつを入れるだけなんだ、多分できなそうだから。じゃあ敵と戦うのも結構大事じゃんっていう感じはするけど。ディン、普通のナイフ攻撃速度 1.6、これが鉄の型な。 1.6 だと一緒だな。ちなみに普通にサーベルとかもあるよ。ただ武器的には鉄の剣とかとそんなに威力変わんない。 1.6 の力とか変わんねえんだな。ちょっとかっこいいくらい。ナイフ持ってるとこれモーション似合うかもね、逆手だから。うん、いいねいいね、これかわいい。ちなみに耐久は両方とも250か。なるほど、なんか好きな武器使えばいい感じかな。うん、好きな武器使おう。また下に行くけど、次回までにマインオールを入れとくっていうのを課題にしよう。これ動画に関係なくねって言われるかもしれない。あるかもしれんやん。ちょ返して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 、間違えて Q ボタンを押しちゃったから返して。ヘイ、早くゲッツ。これで銃作れるんじゃない。こっち多分廃坑側つながってるんだよ。あ、鉄がある。しかも結構中区画この時点で、道自体は行き止まりだから
OK っぽい、ね、なんか上から音するんだけどいないよね。これで大丈夫か、ハーって再起し始めたタイミングで後ろからパーンとか夢受かったら切れるよ。切れる自信があるけど、それに関してとりあえず今の段階では細々と経験値集めてスキルを取ってみるっていうのが近いかもしれないね。どれだけスキルが取れるかっていうのが微妙なところだけど、この先とかいない、大丈夫ですけど、水は止めましょう。もう外出ていい環境ではあるから。さっきいたのこの辺の下じゃないのか、俺スケルトンいるとしたらこの辺な気がするんだけど、いないんだったらいないでいい。あー、そこそこ深い、しかも奥もちゃんと繋がってるっぽいし、怖い、これちょっと落ちたら死ぬ。んさっき来たのがこの辺、一応やっぱ骨の音この辺でしてたんじゃない、わかんない。本格探索の方も鉄を手に入れてからにしよう、鉄フルで揃えてからにしよう。今は様子見だから、ちょっと鉄取りに来てるだけだから、あんな欲張っちゃいけない。あーあとそうだ、ちょっともう一つ甘え持ってるんだけどさ、バックパック追加するモッドがバージョン 1.12.2 の今のバージョンにあった気がするんだけど、それも次回までに入れとこうかな。結構まあ手持ちが満帆になっちゃうから、これがさマインモール入れる欠点もなくて、まあ、そのモッド入れるんだったらマインモール入れてもいいかなって感じではあるんだけど、マインモールってやっぱ効率はいいんだけど、間違えて別の石取っちゃった時手持ちが別の石で圧迫されることがあるから、できればね、できればなんて言うんでしょう、ない方とか、はい、バックパックがあった方がいいなと思ってたりなんかしちゃったりして、キモ、ちょっと待って、なんだ、キモキモキモ、こっち来るな、タンパ、あつか、俺地味に食べ飽きてる羊のステーキも、ふざけんな、早えよ、何だこれ、わ、わら、た、あ、おう、水中呼吸読むの諦めてさっさとつけたよ、水中呼吸。まあこんな感じで1個のやつに関しては経験値と引き換えにいろんなのをつけられるんだけど、つけるのにモブを倒さないといけないっていうのが大前提に入ってる感じのモップなわけだ。骨の音怖いな、怖いな。遠いような近いような、カランコロンカランコロン言ってるだけだから全然わかんないよな。あとで野生の犬とかでもどっかから連れてくるか、誘致してくるか。そう、昔のマイクラってさ、雑談なんだけど、昔のマイクラってさ、犬イコール松の生えてるバイオームにしか湧かないっていうイメージなんだけど、今はもうそうでもない感じだよね。よいしょ。別に犬なんか
通にマイクラやってたら仲間にすることもないからあれなんだけどさ、こういうカードが怖いね。よいしょ、ちょっとロックして戦ってみるか。うん、やっぱロックして戦うと強いっぽいな。ただキーが X だからそんな悠長なことをやってる暇あるかなっていう感じではあるけど、うん、X なんだよ、 WASD の下なんだよ、一番押しづらいところなんだよ、 Z とか X とかって。俺がキーマウの操作慣れてないからっていうのもあるかもしれないけど、ほんと勝手に押ささっちゃう可能性がある Q とかの方がまだマシ。マイクラの Q ってこれだからさ、俺が後でキーコンフィグ変えればいいだけの話なんだけど、後で変えるかな、その辺も覚えてたらだけど。多分今撮影する段階で、あ、こうした方が便利だからこうやって後でキー配置変えるかとか思っても、あの次回っていうか後で撮影終わった頃にはもう忘れてて、で次撮影するときにまた文句言う学習しない。結構鉄多いね今回ね。普通に洞窟に当たるとこれくらいの生成率はやっぱあるんだろうな。今まで散々ビビり散らかしてたのが嘘みたいな取れ方してる。鉄取りに行くだけでゲームオーバーの危機と戦ってたからさ。よいしょ、これでまあ鉄ピッケルも、うん、そことこ取れるし、よっと鉄ピッケルもそこそこ取れるじゃねえ、そこそこ作れるし、鉄フルも余裕で作れるだろうから、これでちょっと余裕ができたぞ。そんなところにも鉄あったんだ、まあ、後で取りに行こうよ。よし、じゃあ今回は順調にいってるからこの辺で終わりにしようかな。次回は洞窟の本格探索ということで、ダイヤ見つけるぞ。よいしょ、家の中暗っ。